ビストロライブキッチンシーズン5のお時間です。さて本日は重大発表会となってます。さあこの重大発表会も私 MC あまりが進行させていただきます。よろしくお願いします。さあそして調理を担当してくれるのはこちらのかわいこちゃん、はい、フードスタイリストの新谷美幸さん。新谷美幸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さああらよ、はい、重大発表って何ってみんな気になってると思うんですが教えていただけますか。はい、早速お伝えします。じゃじゃん、ビストロライブキッチン初のコラボイベント、ビストロニコタマキッチン開催決定です。わあすごい、ビストライブキッチン始まってのコラボイベントというかですね、こちらカフェがリアルイベントということですね。はい、で来週ですね、こちら11月22日水曜日から30日木曜日までの9日間二子玉川駅の改札横にあるニコタマデイズカフェにてパナソニックのビストロシリーズで作ったお料理を実際に食べることができるカフェが期間限定でオープンします。すごい、ご紹介するメニューも実際に召し上がっていただきます。いやこれすごいよね、ついに我々リアルのイベントねできることができました。ぜひ皆さんに来ていただきたい。あすごい、パチパチとかでリアルイベント行ってみたいというコメント届いております。皆さんありがとうございます。ぜひ皆さんお近くの方もぜひで、ぜひねちょっと遠くの方にも来ていただきたいんですが、ちょっと遠すぎて行けないという方はですね、一緒にこのインスタライブで盛り上がっていただければと思います。イベントの詳細や実際に提供するメニューはこの後ご紹介させていただきますので、スクロールしないでね、このまま見ててください。よろしくお願いします。さあ皆さん、ね、リアル店舗で拍手というふうにいただいておりますけれども、ぜひですね、今からですねプレゼントのお知らせをさせていただきたいと思います。さあ今日もですねライブ配信中にコメントをしてくださった方全員にですね、この配信終了後デリシキッチンから、DM を送らせていただきます。で番組の最後にお伝えする合言葉をそのリンクに DM にリンク貼ってあるんですが、リンクで打ち込んでいただいた方の中から限定で5名の方に Amazon ギフトカード、2000円分をプレゼントさせていただきますので、ぜひ皆さんコメントで一緒に盛り上がっていきましょう。さてさて早速あらやん、早速ですねこのビストロニコタマキッチンでいただけるっていうね、1品目のお料理ご紹介お願いします。はい、1品目はこちらです。ドン、伝説の家政婦タサン志麻さん監修のタンドリーポークです。あータサン志麻さんね、ありがとうございます。でもタンドリーポークなんだね。そうなんです、タンドリーチキンはよく聞くと思うんですけど、今日は豚こま切れ肉を使ってジューシーに仕上げていきたいと思います。わあ、美味しそう。じゃあちなみにですね、今日使うビストロはどのものですか。はい、今日ご紹介する料理は両方ともこちら、スチームオーブンレンジビストロ NEUBS10A です。おお、こちらね1台あれば幅広いお料理ができちゃいますのでご期待ください。あ、いつもはね、いろんなビストロ使ってますけど今日はこのビストロ、今日はこのビストロ1台で、はい、はい、やりたいと思います。さあ、あれやん、材料を教えていただけますか。はい、材料はこちらです。どん、はい、じゃあ皆さんこちらスクショを撮っておいてください。材料と作り方はデリシキッチンのインスタグラムに後日配信予定になってますので、そちらも要チェック。はい、それでは調理の方をお願いいたします。はい、では早速調理開始していきたいと思います。はい、まず豚こま切り肉ですね、こちら全体に片栗粉をまぶしていきたいと思います。はい、どう、はい、本当にチキンのねイメージというかどんな味なのかなっていうのね、興味深いですね。こちらに片栗粉をまぶします、はい、はい。こうすることでね、あの豚こま切り肉がボール状にした時にしっかりとまとまるのと味が染みやすくなります。あ、なるほどね、はい、ボール状にするから豚こま切り肉でも作れるってことなんですね。そうなんですよ、あの豚こま切り肉はあのお安いので家計にも優しいですし、まさに神レシピですね。神レシピよろしくお願いします。楽しみですね。はい、でここで、ボウルに A を混ぜて、豚肉に絡めていきたいと思います。はい、じゃあ A の読み上げをお願いします。はい、まず A はですね、プレーンヨーグルト大さじ5、これは 75g ですね。はい、はい、続いて生姜すりおろしたものも1かけ、はい、こちらです。そしてニンニクもすりおろしたものも1かけ、はい、そしてカレー粉大さじ1、はい、はい、塩小さじ1、はい、そして胡椒少々、はい、なんと蜂蜜が小さじ1、蜂蜜小さじ1、うん、蜂蜜入れるんだね。はい、でもなんか最近ね、美味しいお料理コクが出たり甘みの風味が出たりっていうね、蜂蜜大事っていうのはね、この配信番組でよく出てきますよね。
ね。そうですね、このニンニクとか生姜なんですけど、チューブのものでもいいんですが、あの生のものをすりおろした方が香りがとってもいいので、まああのよろしければ生のものを使っていただくのがおすすめです、うん、いやこれね、家にねぜひね買い置きしといてほしいんですよね。はい、さあ続いての手順はどうでしょう。はい、で豚こま切り肉を、ボール状に丸めていきます、はい、すいません先に調味料混ぜちゃいました、ね、あ、そうか、はい、ボールにしなきゃいけなかった、ね、そう、ボールにしなきゃいけないと思いました。はい、じゃあボールにしていきたいと思います。あ、じゃあ今ねコメントでね、はい、蜂蜜代用できないですか。蜂蜜は、お砂糖をちょっと入れていただくでも大丈夫です。そうするとしっとりする効果があるので、うん、お肉がよりジューシーになりますね、うん、これヨーグルトはプレーンって書いてあるけど、はい、例えばその加糖のやつとかって大丈夫？加糖だとちょっと甘さが出てしまうので、なるべく無糖のものがおすすめです。あ、なるほどね。じゃあもし加糖の使う場合は、はい、は蜂蜜を減らした方がいいですね。あ、そこでバランス取った方がいいってことね、はい、で、先ほどボウル、に豚肉と片栗粉を入れたと思うんですけど、うん、こちらを12等分にしてこのような形でボール状になるようにギュッギュッと丸めていきます。これ楽しいね。楽しいですね、うん、はい、ぜひ、ね、お子さんとかにお手伝いしてもらってね、はい、でこんな感じで12個ですね、うん、丸めてギュギュってやっていきます、ボール状なんですね、はい、だからお肉の塊肉がこれでできちゃうので、お安い肉でも、まあ、満腹感が得られるおかずが作れるという感じですね、うんうん、なるほど、はい、ここにボール状にしたものにさっきの A、はい、この A ですね、はい、入れていくってことね、はい、はい、しっかり混ぜたものですね。こんな感じで入れていきます。あ、でもなんか色はもうタンドリーチキンっぽいよね。はい、あ、ちょっといい香りしてきた。やっぱカレー粉がね、カレーの、はい、香りがあるので、うん、お子様もすごい好きなあの味付けかなと思います、うんうん、はい、ヨーグルト入れるからなんかこのとろみっぽくなるのかな。そうですね、うん、タンドリーチキンはね結構ヨーグルトの酸味も味の決め手になりますからね。酸味か、なるほどね、はい、で豚こまボールが崩れないようにこのような感じで軽く混ぜてあげて、で、あの全体的に馴染んだらラップをこのボウルに沿わせるような形でしてあげて、冷蔵庫で30分ほど入れてあげます。なるほどなるほど、30分入れることによってなんか馴染むってこと。味がそうですね、馴染みます、うんうんうん、はい、そしたら、こちらのヒートグリル皿、お、出ましたね、はい、私このグリル皿本当に大好きです。こちらに、並べていきたいと思います。はい、このヒートグリル皿があるおかげで、まあ、このスチームオーブンレンジビストロでしっかりと上からも下からも熱くなり焼けるってことだよね、はい、で30分冷蔵庫で置いたものがこちらになりますので、うん、はい、12個ですね、並べていきます。はい、さあ今コメントでバラ肉だと油が合わないでしょうか、油が多くなっちゃうかなっていう。バラ肉だとそうですね、油がちょっと多くなってしまうので、うん、まあ、あのよりジューシーにはなるかなと思うんですけど、うん、まあ、細切れ肉の方がこの場合おすすめですね。なるほどなるほど、作れなくはないです、もちろん、うん、お、いいですね、ボール状の豚肉も大きくて食べ応えありそう、はい、食べ応えすごいあります。あのお弁当とかに入れるのにもいいかなと思いますね。ひき肉はどうですかってきてますね。ひき肉だと油が、出ちゃうので、なるべく細切れ肉の方がいいと思います。皆さん細切れ肉でお願いしますよ、はい、ひき肉だと、ね、ハンバーグみたいになるかな。確かにそうだね、はい、ではできました。はい、できました。ビストロの上段に入れていきたいと思います。はい、はい、いいですね。はい、これね、下にもちゃんとその加工がされてる、うん、両面からしっかり焼き上げてくれます。はい、じゃあここからはですね、あまりが担当させていただきます。ここでも操作できるんですが、キッチンポケットアプリというアプリをぜひ皆さんダウンロードしてください。で、いろんなレシピが載ってるんですが、今作ってるタンドリーポーク、そしてですね、人数4人分で材料作り方があって、ビストロに送信というところがあるのでタップします。そうするとキッチンポケットアプリからビストロに一番美味しい状態のタンドリーポークを作ってというふうな指示を今出しましたので、あとはスタートを押すだけなんですね。めちゃんこ楽、お手軽ってことだよね。はい、だってこう普通はね、こう火加減とかやっぱ見なきゃいけないんですけど、はい、このお任せできるというところがこのスチームオーブンレンジビストロの凄まじくてすごいところということでございます。で、本当にこれだけでできちゃうのは毎回驚きなんですけれども、ぜひ皆さんこの後の焼き加減、しっかり中まで火が通ってるのか、表面ちゃんと焼けてるかなみたいなところもお伝えできればなと思っております。これすごいよね、あのやん、これね、本当に余熱がいらないので、あのもうそのまま入れて、あとは焼くだけで両面から素早く焼き上げてくる。中はジューシーで、外側はすごいこんがり仕上がります。うん、これは嬉しいよね、はい、はい、これはね、皆さんにもぜひ体験していただきたいね。ぜひ、うん、はい、はい、
さあ今日もですね、ライブ配信中にコメントを送ってくださった方全員にですね、このライブ配信終了後にデリシキッチンのアカウントからプレゼントの応募に関する DM を送らせていただきます。番組の最後にお伝えする合言葉が必要になりますので、皆さんぜひ最後までご覧いただきたいと思います。一緒にコメントを打って盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。わあ、いいですね。ビストロ欲しいとかすごいというコメントいっぱい来ております。欲しいでしょ。でもね、これやっぱね、実際にどういったものが、ね、食べれるかというのを体験していただければと思いますので、ビストロニコタマキッチン、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、さあではですね、タンドリーポーク、続きましてのお料理は何でしょうか。こちらです。ドン秋ナスとキノコの和風オムレツ。焼きといえばキノコですよね。前回のカゴメさんのコラボ会でもキノコいっぱい使ったので、キノコいっぱい使いましたね、うん、はい、あの今回も野菜をたくさん使っていきたいと思います。楽しみだね、はい、わあ、皆さんすごいね、欲しすぎるとかね、美味しそうというコメントいっぱい来ております、うん、じゃあね、今回のレシピもビストロニコタマキッチンで食べれるってことだよね。そうなんです。この和風オムレツレシピは私がアレンジ考案したものなので、ぜひ皆様にも直接味わっていただきたいなと思います。うんうん、このオムレツってやっぱさ、なんていうの、ふわふわが大事だよね。そうですね。そこをしっかりとお任せでできるのかっていうところもちょっと今日楽しみにしていきたいと思います。はい、初心者の方もね、ビストロにお任せするだけで、さらにワンボールで作れちゃうので、あの、オムレツの焼き加減とか気にしなくていいですし、ふわふわで本格なオムレツが作れちゃいます。楽しみ。はい、じゃあでは材料の方も教えていただけますか。はい、材料はこちらです。ドン。はい、皆さんこちらの材料もぜひスクショしておいてください。材料と作り方、デリシキッチのインスタグラムに後日配信予定になってますので、そちらも要チェック、はい、では早速調理の方をお願いします、はい、では作っていきます。まず厚切りベーコンですが、はい、こちらは1センチ幅の棒状に切っていきます。はい、あ、コメントでナスとキノコの相性抜群ですよ。いいですよ ね、秋のナスもうまみがたっぷりでとっても美味しいです、うん、秋ナスのね、ベーコンもね、はい、またベーコンのこのね、美味しい味も出ますしね、うん、そうですね、うん、はい、そしたら、ナスはヘタを切り落として、はい、こちらは半月切りにしていきたいと思います。はい、じゃあもうね、ナスもね、はい、本当にね、もうなんていうの、ナスが大きく切れば切るほどこのね、肉厚もあって美味しくなるよね。そうですね、これもう火加減気にせずにワンボール、ボールに入れた後はビストロさんでお任せするだけで、うん、あの火加減も絶妙に仕上げてくれるので、なんか料理するのが本当に楽しくなりますよね。やっぱりね、こうやって季節でね、はい、なんか料理のね、味も変わったりとか。そうですね、やっぱり旬野菜は、ね、はい、安くて美味しいので、ぜひ皆さんお野菜いっぱい使ってください。わ、皆さん食べたいと思ってますね。いっぱい食べたいって来てますね、はい。でしめじは、軸を取ってからほぐしていきます。丸ごと使っていきますよ。はい、こんな感じです。お野菜はね、余ったお野菜とかいろいろ入れてもいいです。玉ねぎ入れてもいいですし、うん、お好みで、ね、はい、グラム数合わせていただければ問題ないです。はい、はい、そしたら直径約25センチの耐熱ガラス製ボウルに、うん、卵を入れていきますね、はい、4個分です。お、はい、そして今日はチーズたっぷり、うん、はい、そうか、オムレツだもんね。そうなんですよ。このチーズが塩分になります、うんうんうん、はい、そして牛乳ですね。生クリームでもいいんですが牛乳いいですね。はい、はい、家庭にありますね。ありますね。そして、白だし、はい、今日は白だしね、和風だもんね。和風です。はい、そして切ったベーコンと、先ほど切ったナスとしめじ入れます。全部ドバッと入れちゃいます。はい、はい、そしたらあとは混ぜます。そっか、はい、これで普通だったらなんていうか、こうフライパンとかで焼くんだけど、はい、しっかり混ぜてあとお任せってこと。そうなんですよ。これだけですよ。もう順番もザザザザッと入れて大丈夫ですし、ちょっとお腹が空いた時に、ね、簡単に作れるっていうの嬉しいですよね。タンパク質もいっぱいだし。あれ、白だしってなんか代わりとか聞くのかな、はい、めんつゆで代用いただいてもいいです。ちょっと色がつくんですけど、あとは和風顆粒だしとちょっと塩を少々入れていただければ問題ないですね。へえ、はい、わあ、すごい。これもうなんていうの、野菜とかベーコンとかがもう盛りだくさん、ここを狭しとさ、はい、絶対美味しいの分かるよこれ。これあのフライパンを一切使ってないのでひっくり返したりとかしないんですよ。なのでこの上面が表面になります。なのでベーコンがちょっと今沈んじゃってるので、こう上に持ってきてあげたりとか、なるべく食材がバランスよくね、はい、バランスよく配置するようにこうしめじもね見えてあげるようにこうやって。コメントいいの来てますよ。ゴロゴロ感がもう美味しそう、うん、ゴロゴロってことだやっぱり、ね、そうですね、ゴロゴロ大事ですね。やっぱ
料理はね、味だけじゃなくて食感も大事ですから、うん、それをビストロさんは自動で叶えてくれるっていうのは嬉しいですよね、うん、はい、できました。はい、ではこちらをふんわりとラップをかけていきます。はい、わ、一気にできるのすごい楽ですとかね、具だくさんだ、ブロッコリー入れても彩りよくて美味しそうとか。そうですね、ブロッコリーもいいです。コメントで、茄子はアク抜きしなくていいですかって言ってます。はい、すぐ使う場合は大丈夫です。ただちょっと時間を置く場合は水でちょっとアクを垂らしてあげてください。はい、はい、では庫内中央に入れました、はい、あとはビストロさんに加熱するだけ。ここからはですね、私アバリが伝えさせていただきます、はい、先ほどのキッチンポケットアプリ、ここでも大活躍です。今作っている秋ナスとキノコの和風オムレツで、ね、完成したのはこんな感じで4人前、材料と作り方がある最後の方にですね、ビストロへ送信というところがあります。でこう押しますと、はい、スチームオーブンレンジビストロがこのふわふわオムレツを一番美味しく調理してくれるという準備が整って、改めスタートを押すだけと便利いうことなので、これめちゃくちゃ便利なので、ぜひキッチンポケットアプリでさまざまなレシピも見れますので、ぜひ皆さんキッチンポケットアプリダウンロードして見てみていただきたいなというふうに思っております。オムレツを作るときって卵がどうしても固くなってしまったりとか、火加減が難しいと思うんですけど、そうなんかね、焦げたりとか全然ね、ね、こうって全然焼けてない時とかね、はい、あるからね。でもこのビストロさんならお任せでできちゃうので、うん、はい、皆さんにも試していただきたいですね。いいコメント見つけた。ズッキーニどうですか。あ、いいですね。絶対うまいよね。美味しい食感になります。じゃあね、はい、盛り付けの方お願いしてもいいですか。はい、ではまずは、先ほどのタンドリーポークから盛り付けていきたいと思います、はい、ちょっとね、今お時間の関係で焼き上がったものをご用意しておりますので、はい、ご用意したいと思います。ちょっと取っていいですね。はい、はい、さあこれね、皆さんやっぱりしっかり焼き上がってるのかというところ気になるところでございます。タンドリーチキンではなくて、今日はタンドリーポークをね、皆さんにね、お伝えしていけたらなと思います。うわ、スタジオの中はね、タンドリーポークのいい香りが、うわー、さあ出来上がりましたよ。すごいな、うわ、焼き目が最高じゃん。いい感じです。あー、美味しそう。じゃあこちらを持っていきたいと思います。あ、やっぱり、ね、皆さんが ね、 ちょっとコメントしてくれてます。いつも中が半熟になっちゃいますねとか、うん、すごい、美味しそう。何個乗っけたらいいんだ。5個かな。4個ですね。4個ですね、ごめんなさい。そうなんです、こちらですね、リアル店舗でイベントします、はい、ビストロニコタマキッチンで出す、こちらを作っていただいているんですよね。そうですね、ニコタマキッチン、ビストロニコタマキッチンと同じような盛り付けでご提供したいと思います、はいはい、今盛り付けているのがお店で提供されるランチメニューのビストロセット1となります。ビストロセット1、はい、青森さん何かメニュー名つけたらいいんじゃないですか。あ、なんかね、はい、これ食べてみてから行ってもいいかな。あくまでも ね、 そうですね、勝手に僕らが言うやつだからね、はい、で今日ご紹介した2品と、炊飯器ビストロ、新発売した炊飯器ビストロで炊いたビストロご飯も味わえるセットなので、はい、ぜひ皆さん今から、持ってきていただけるのがですね、このビストロセット1でございます。ぜひ皆さんに美味しさを伝えていけたらなと思います。はい、いやー、このビストロ炊飯器で作ったお米がまあ美味しいのよ、はい、では、はい、和風オムレツこのような形で仕上がりました。はい、和風オムレツもできる。はい、でこれでゴムベラとかで一回こう、しっかりと回してもらって、粗熱を取った方がいいです。結構牛乳とかが入っているので緩めなので、はい、粗熱をしっかり取ってあげてから、スルーンと、はい、わ、気持ちいい。きました。すごい。はい、でこちらをカットしていきたいと思います。わ、すごい。はい。わ、ナスとキノコとベーコンがまたバランスよく ね。はい、何にも混ぜてないので、うんうん、あのこの上面、上面のものがそのままね。仕上がりますので、皆さん断面が気になってるみたいだよ、はい、ではこんな感じです。キッシュみたいっていうね。そうですね、すっごいふわふわなの分かりますか。分かる、すごい、はい、もう切ってる、もう周りもふわ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 プル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 です、はい、すごい。では完成しましたのでお待ちしたいと思います。はい、はい、うわー、美味しそう。そしてビストロ炊飯ご飯、はい、ご用意しました。さあこちらがビストロセット1ということで、はい、タンドリーポークとふわふわオムレツですね。うわー、これ美味しそう、ね、こちらですね、早速いただきたいところではあるんですが、もう一つのプレートがあるということなんですよね、はい、少々お待ちくださいね、はい、先ほど の、 このオムレツなんですけど、うん、牛乳が入っているので、
全体的に柔らかめの仕上がりになってます。すごいよ、はい、もう様子を見て焼き上がりが気になる場合は1分から2分ほど加熱してあげてください。なるほどね、そういったところでねお好みに合わせてバランスを整えるっていうことなんですね、はい、そうですね。いやこれすごいよ、もう色合いと香りは完全にタンドリーチキンにも似てるんだけど、味がねポークでどのように変化があるのかというところも気になりますね、はい、あとやっぱり豚肉なので中にしっかり火が通っててほしいなっていうところもね気になりますよね。はい、うん、そしたらもう一品ですね。はい、お待たせしました。だって1セット1ってことは2があるわけだよね。はい、はい、こちらも、ニコタマビストロキッチンで提供するランチセットビストロ2です。おお、ビストロセット2ですね、はい、ちょっと盛り付けていきます、はい、こちらは以前も紹介したオートクッカービストロで作るゴロゴロビーフストロガノフです。うわ、食べれるんだ。食べれます。いいね、盛りますね。そっか、今このビストロセット1が和風だったのに対して、はい、まあ まあ、タンドリーで和風っていうのもあれなんだけど、はいはい、こちらはですちょっと洋風の味を楽しめるというか、ね、美味しそう。ちょっと今浸っちゃったんですけど、はい、ですかね。はい、ではあと何があるんでしょう。あとは、野菜のギリシャ風マリネです。はい、なるほど。こちらもオートクッカービストロでなんと作っております。いや、はい、美味しそう。どうぞ。おー、このプレートも美味しそうだね、はい、じゃあ早速いただいちゃってもいいでしょうか。はい、じゃあ皆さんいただきます。これがですねビストロニコタマキッチンで食べていただける、まずはビストロセット1のタンドリーポークとふわふわオムレツですね。うお、中まで、うん、しっかり火が通ってますよ。おじゃあいただきます。はい、うわー、いい香り。どうぞどうぞ。おいしい、めっちゃジューシーで、はい、中までしっかり火が通って焼き加減もすごいバッチリ、うん、はい、おいしい。これ最高、本格的なタンドリーポークです。うわー、おいしい。で、はい、この味の濃いのとやっぱり合わせたいのがビストロご飯ですよね、うん、最高だね。これがもうご飯自体のポテンシャルを引き出してくれる、やっぱり AI 搭載して一番このお米に合った炊き方がね、あの出してくれるってこと、炊き上げてくれるっていうのはこの炊飯器ビストロのすごいところ。こういった味の濃い料理とめちゃくちゃ合いますね、うん、そうですね。さあ、そしてこのオムレツですよ。しっかりと中に火が通ってますよ。すごい、すごい。いただきます。美味しそう。うん、あ、すごい、この卵、ベーコン、ナス、しめじって全部違う食材、全く違う食材なのに、はい、全部絶妙な火加減で、うん、そして白だしの香りがこの食欲をそそる和風が最高。うん、これもご飯に合う。うん、最高です。こっちに来た、うん、そして、はい、こちらのビストロセット2のビーフストロガノフもいただきたいと思います。こちらはオートクッカービストロで作ったのかな。はい、そうですね、うん、こちらは、ゴロゴロビーフストロガノフはオートクッカー、そして季節野菜のギリシャ風マリネもオートクッカーで作ったものになります。あとはビストロご飯ですね。お肉ほろほろ、うわ、味染み込んで美味しい。お肉もほろほろなんです。しかも他のこのマッシュルームとかもね、今の季節にぴったりなの。うん、この寒い季節に絶対食べてほしいです、うん、ね、このマリネの方もいただきたいと思いますよ。フォークとかね、フォークとかね、はい、焦っちゃった、うん、でこれはフォークでいきたいと思います。食レポ上手、米何杯でもいけそうです。いや、ほんとそうだよ。そうですよ、え、これ食べたらおかわりできないですもんね。うん、あ、そうなんだ、もったいないな。どんどんご飯が進んじゃう。うん、あ、おいしい。うん、おいしい。これね、オートクッカーのすごいとこってさ、はい、いろんな硬さのさ食材があるじゃない。レンコン、人参とかパプリカとか今のブロッコリーもそうだけど、うん、これが全部絶妙にちゃんと美味しく調理されてるってすごいね。そうなんですよ、こっちのプレート1の方はオーブンレンジが、うん、あのセンサーによって食材ごとにあの加熱とか温度とかを分けてくれるので、うんうん、あの絶妙に火加減火が通ってくれるっていうのと、あと豚こまポークの方は、うんうん、ヒートグリルのおかげでほったらかしで中まで火が通るっていうのがね、うんうん、さんのいいところですよね。
あとこのオートクッカービストロでこの色の玉ねぎ、飴色っていうんだよねこれね。これはもう私もレシピ考えてるし、オートクッカーの飴色玉ねぎを自動で程よく仕上げてくれる利点を生かしたいなと思って、そのままできたままこのゴロゴロビーフストロガノフを作ってるっていう感じなんですよ。皆さんこれの何がすごいって、お任せで作れちゃうんだよ。そうなんです、うん、これだけ本格的なお料理がご自宅で簡単に美味しく作れるっていうのは、もう日々の料理が楽しくなること間違いないですよね。楽しいし手軽になるし、はい、気軽に作れるし洗い物も少ないしっていうね、もういいこと尽くしだよね。いいこと尽くし、うん、そして森さんもう一個最後にビストロスイーツもご用意しました。ビストロスイーツ、これもビストロニコタマキッチンで出すやつ、はい、そうなんですよ。美味しそう、はい、パイが、うん、あ、パイだね、はい、これなんていうお料理ですか。こちらは、うん、お餅と芋あんのホットパイです。ホットパイ、はい、お餅って言った？お餅です。お餅はどれ？これ中にお餅が入ってるんですけど、なんとこのお餅はホームベーカリービストロを使って作ったものなんです。なるほど、ホームベーカリーってパン作るだけじゃない、はい、だけじゃないんですよ。お餅もね作れるんです。ほんとだ、もちもち、うわーすごい、いやー、あとこの、なんていうの、はい、この焼き目も超美味しそうだよ、うん、ね、しかも今の季節だよね、やっぱね、芋ってね。お芋のあんこが入ってるので、ちょっと和風も、はい、どうでしょう。うわー、美味しい、美味しい。最初、芋の香りが出てくるんだけど、はい、お餅そのものの味がすごく美味しくて、うわー、これ美味しい。デザートまで食べれるってね、嬉しいですね。うわー、これ絶対食べに来てほしいな。カフェにはアイスもついているので、うん、一緒に合わせて召し上がっていただくといいかなと思います。これが家で作れるってちょっとね、はい、クオリティオブライフ上がりまくりでございますよ。お家でも食べれるんですね、うん、いやー、これ絶対美味しいです。ぜひ皆さん、このビストロセット1、2とこのスイーツですね、ぜひこちら、ね、ビストロニコタマキッチン、ね、こちらの方、あれどちらですかね、あ、これですね、はい、こちらの方でやってますので、ぜひ皆さん遊びに来て体験をして、ビストロシリーズぜひ体験してですね、ぜひお家にお迎えしていただきたいと思います。少し早いクリスマスプレゼントですかね。はい、ありがとうございます。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。さあこちらのですね、美味しい作り方なんですが、これはですね、次回のですね、このお餅の方のスイーツはですね、はい、次回のビストロライブキッチンでご紹介させていただきたいと思います。お楽しみに。ということでですね、次回のビストロライブキッチンのお知らせをさせていただきます、はい、毎月第1、第3水曜日に配信しているビストロライブキッチンなんですが、次回は12月6日の水曜日21時からの配信となっています。ご紹介するのはですね、ホームベーカリービストロを使って作るこちらお餅と芋あんのホットパイ、そしてオーブントースタービストロで作るリンゴのレモンチーズカスタードトーストとなります。こちらも美味しそうだね、楽しみ、スイーツ会だ。さあ、最後までご視聴いただいた皆様、コメントしてくださった皆様、そしていつも応援してくれる皆さん、本当にありがとうございます。はい、来週開催されるビストロニコタマキッチン、ぜひ足を運んでみてください。はい、こちらですよ皆さん、はい、もう一回お伝えします。11月22日水曜日から30日の9日間行われます双子玉川駅の改札すぐ横にあるニコタマデイズカフェがですね、期間限定で、こちらビストロライブキッチンのカフェになっております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、詳しくはパーソニックさんの、公式ホームページをチェックしてください。はい、パナソニッククッキングのインスタグラムでですね、明日16時にまた詳細を発信するので、そちらの方も要チェックでございます。あらやん、今日いかがでした？そうですね、小柳森崎さんのお料理紹介したんですけども、うん、いつも紹介したレシピを、ニコ玉、ビストロニコ玉キッチンで、皆さんに召し上がっていただけるっていうのがすごい嬉しい機会なので、ぜひ足を運んでみてください。はい、MC あまりの食レポが大げさじゃないということを皆さんぜひ体験しに来ていただきたいと思います。それでは次回のライブ配信、そしてビストロニコタマキッチンにぜひぜひお越しください。またねー、待ってるよー。